小島健一郎は東京都出身の日本のピアニスト、ドイツのハンブルクに在住。2019年1月にイタリアのリボルノで開催されたリボルノ国際ピアノコンクールにて優勝するとともに2つの特別賞も受賞、同年マンハッタン国際音楽コンクールピアノ部門でグランプリとマネージメント賞を受賞した。5歳の頃にピアノのレッスンを開始し、庭の万里、 井上アトムに指示した。2007年に東京国際芸術協会管弦楽団と共演してチャイコフスキーのピアノ競奏曲第1番を演奏。茨城県立取手商用高等学校音楽科を卒業後、2011年にドイツへ渡り、ハンブルク音楽演劇大学学士課程に入学。後に、これを修了し、同大学修士課程に在学して、 ステパン・シモニアンに支持している。また、ユーリメニュー入院財団、ライブ・ミュージック・ナウの小学生でもあり、2014年から2018年まで、イタリアのフィエーゾレ音楽学校において、エリソ・ビルサラーゼに支持した。すでに数多くのコンサートを経験するとともに、いくつかの国際的な音楽祭で賞を受賞。右手の曲書成ジストニア発祥を契機として2015年からは、 左手のためのレパートリーの開拓を進め、在住するハンブルクを拠点に、ソリストとして日本及びヨーロッパ諸国で演奏活動を行っている。現代音楽の分野でも日に開いて活動しており、2012年に開かれたハンブルク現代音楽祭ではアンサンブル、ボルーミナコンソール室内楽団のピアニストとして招待を受け出演。2014年には、 スイスの国際的な音楽祭であるピュプランジュクラシックフェスティバル及びシャンペリー音楽祭からの招待を受けてスイスロマンドユースオーケストラと共演しバッハの鍵盤競奏曲第1番を演奏した2019年のリボルノ国際ピアノコンクールで優勝したことにより2020年5月にミラノのオーディトリアムでリサイタルそしてマンハッタン国際音楽コンクールのピアノ部門で グランプリに輝き同時にマンハッタンアーティストによるマネージメント賞を受賞。カーネギーホールでのデビューの権利を与えられた。映像作品としてショートドキュメンタリーリフトハンドを発表した。これまでに下記の音楽家、演奏家に支持している。ありがとうございます。